山本修五郎美人像真っ二つ横たわれる女の買い手は見知らぬ九州の金持ち佐治五郎は美術雑誌「新東美術」の若い記者であるまだ大学の美学科を出て2年にしかならないがなかなかの敏腕家で 入社するとすぐ若い彫刻家たちを集め新古典派というグループを作り雑誌の上でその主張を説いたり秋春2度ずつ定期展覧会を催したりして美術界に素晴らしい話題を投げていた今年は特に年末を期して特別展覧会を開こうという計画を立て15名の会員を総動員してその準備を急いでいた年末の美術展覧会なんて 美術商人の売り立てを除いてはあまり例のないことだし何しろ当時評判の新古典派が顔をそろえて傑作を出すというのだから早くも美術界には噂の波が広がっていたもっともこの企ては佐治五郎の発案で何しろ新進芸術家といえばまず貧乏ということに相場が決まっている新古典派の会員たちも作品こそ素晴らしいが 金には不自由しているものばかりそこで季節外れながら力作をそろえて会を催しみんなに楽しい正月をさせようという意味があるのだったもう会期に間のない12月15日のこと佐治五郎は会員たちの仕事の進み具合を見回るためにまず同じ大森にいる木谷純吉のアトリエを訪ねたまあ佐治さんいらっしゃい。 木谷の妹のひとみはさじを見ると両手を翼のように広げながら飛んできたどうしたのバカにうれしそうじゃないか何かいいことでもあったのひとみはいたずらそうにくるくると目を動かしながら悟郎の手を取って「早く来て見てちょうだい」私「あたしお正月の服を買ったのよ」「それから靴も帽子もハンドバッグも」 夢みたいな話だねそれ本当なの貧乏な彫刻家の中でも喜多には妹を抱えているのでその貧しさも一倍でひどい時になると兄弟してじゃがいもばかり食べていることさえあるその事情を知っていたから佐治は時折自分の小遣いを割いて与えたり彫刻の売り口を探したりして助けてきたのである口の悪い連中は、 さじがあんなに木谷の面倒を見るのはあの妹が好きだからなんだぜ佐治のやつは今に瞳さんをお嫁にもらうつもりでいるんだなどと陰口を聞いている実際のところ悟郎は瞳を好いていたいや悟郎ばかりではない木立てが優しくて明朗でおまけにズバ抜けて美しい瞳は 会員仲間から美の女神と言って愛されていたしかし瞳の方でもそんな大勢に騒がれることよりただ一人の五郎の親切を心からありがたく思い誰に会うより五郎と会うことを喜んでいたのである実は今日も来る途中五郎は木谷に少しばかり金を渡そうと思っていたのだから瞳の意外な様子を見てすっかり驚かされてしまったのだ サジさんに見ていただいたから着ようと思って、服も帽子もまだ箱から出さずに置いてあるのよ。早く来てみてちょうだい。とても素晴らしいわ。どうしたわけだか僕にはわからないよ。天使が小切手でも持ってきたのかいまさに天使だ。アトリエの窓から木谷純吉が首を出して叫んだ。もっとも、そいつは地面を歩いてきたがね。 小切手を持ってきたのは確かだよおい作品を買いに来たのかしかも粘土型を見ただけだあの横たわれる女かそうだ一目見るといきなり500円で買おうというんだ手付けとして200円だけ小切手で置いていったよ佐治五郎は飛び込むように瞳と手を取り合ったままアトリエへ入っていった。 そこには粘土で作った横たわれる女の等身大の原型がある。制作中のことで、室内は足の踏み場もなく取り散らされてあった。これが五百円か。もしこれが藤井康介氏の策だったら三倍は確かだが、ま、この際だから仕方がないだろう。ところで買ったのは何者だ君に目をつけたとすると造形者の親父か。 いや、美術賞じゃないんだ。九州から出てきている林田という金持ちだそうだ。ここへ買いに来たのはその秘書だがね。閉めたその金持ちはきっと君の作品が好きなんだぜ。うまくいくと将来君の作品はみんなそいつが買うぞ。バカなことを言え。君にも随分長いこと迷惑をかけているし。 正月を控えて瞳の着るものもないから仕方なしに売ったんだ俺は金持ちのお気に入り作家にはなりたくないよまあそんなことはどっちでもいいや君が来たら祝杯をあげようと思ってブドウ酒が買ってあるんだ一杯やろうあら嫌よお兄様瞳が向こうからボール箱を運んできながら叫んだ祝杯はあと私 服や帽子をさんんに見ていただくんだくわ。喫茶店セネガルから大至急の呼び出し電話やがてハムとブドウ酒で三人は元気に祝杯をあげたが五郎は素像の方へ振り返ってだが無論展覧会へ出品することは話したろうな。 はじめは出来上がったらすぐ引き渡してくれと言ったがね、展覧会が迫っていてどうしても一度出品しなければならぬことを説明してやったら、それでは展覧会が終わったら残金300円と引き換えに受け取ると承知したよ。しかしサジ、これは君だけに話したんだから他の者には黙っていてくれよ。どうしてだい飼い主の希望なんだ。 自節柄こんな金を使うことが世間へ知れては面白くないから絶対に人には話してくれるなと言うんだアハハハ金持ちなんて不自由なもんだな自分の金を使うのにも世間に気兼ねをしなくちゃならないなんてバカな話さ五郎は笑ってグラスを置いたキらニと別れた五郎は商船で新橋まで行き うち幸町にある新島美術社の社長室へ顔を出したそこにはやはり同じ会員の八土総成が気合わせていたが五郎の顔を見ると「じゃあお願いします」と社長に挨拶してすぐ立ち上がった「なんだい僕の顔を見るとすぐ帰らなくてもいいじゃないか」そういうわけじゃないよ社長に頼みがあって来たんだが。 もう済んだから帰ろうと思っていたところなんだ仕事はどうしたうまくいってるかいもう石膏を叩くばかりさじゃあ十分間に合うな吉田やハキーはどうしてる二人ともやっているよまあせいぜい頑張ってくれよ季節外れの回で評価の目が光っているからうっかりして叩かれないように頼むぜまあ 見ていてくれよ。八土総裁は自信がりげに行って立ち去った。五郎は八土のかけていた椅子を取って。社長、吉報がありますよ。というと秋山社長も身を乗り出して。吉報はこっちにもあるんだ。吉報の鉢合わせですか。何です社長の吉報というのは。これを見たまえ。 社長が笑いながら差し出したのは八千創生の名手二百円の小切手だった振り出し人に下山健一とある八土くんのが売れたんですか実は誰にも話さんでくれというのだがね今度の展覧会へ出す集光を浴びてという裸体が売れたんだそうだしかも買い手の方から訪ねてきて四百円と値をつけ 残金は展覧会が終わると同時に渡すという話さ今この小切手を持ってきたから僕が現金を戦えてやったところだよそいつは妙な暗号ですねと言いかけて佐治はふと口をつぐんだあまりによく似た話である木谷の飼い主は九州の富豪で林田と聞いたし こちらの小切手は下山健一というのだから飼い主は違うらしいが話の筋は全く同じようだところで君の吉報というのは何だねはあそれが実は言いかけた時球児が戸口からサジさん電話ですよと呼んだので救われたようにゴロは編集室へ出てきた 電話の相手は会員の中で一番若い野口昌三郎であったさじさんですか僕今銀座のセネガルにいるんですがねちょっとお話がありますから急いで来てくれませんかセネガルって喫茶店の方かいそうです待ってますからそこで電話は切れた木谷のことを社長に話してもよいと思ったのだが 八土創生の話を聞くとなんだか訳のわからぬ不安を感じ始めしばらく話はせずにおく方がよいと思い直したので電話を幸いに五郎はそのまま車を飛び出した銀座2丁目の喫茶店セネガルには野口庄三郎の他に吉田喜作がいた2人は五郎を待ちかねていたように「感謝感謝よく来てくれました!」 両方から手を差し出した。喜んでください、佐治さん。いよいよ新古典派も世間の成果を獲得しました。育ての親のあなたの苦労も報いられる時が来ましたよ。なんだい出し抜けに。僕の作品が売れたんです。野口は興奮しながら言った。大阪の金持ちで河野という人が来ましたね。 今度の展覧会へ出す素像を500円で買ってくれたんですえ君もか悟郎はあぜんと目を見張ったああこれは全体どうしたわけだ本当に幸運の神が訪れたのであろうかそれともそれとも悟郎の頭にふと がし深夜のアトリエにあ誰かいる誰かいよいよ明日は会場へ陳列という前夜だったあれ以来会員たちを訪ね回っていた五郎は木谷谷土野口のほかにさらに2名越川米田と。 つまり5名の者がほとんど同じ条件で作品を買われている事実を知った妙だどうも話に妙なところがある五郎はなんだか騙されているような気がしてならない単なる幸運の訪れと言ってしまえない気がするのだ今日も5人目を訪れた帰りに銀座のバーで好きなフェネシーの三つ星を飲みながら この奇妙な買い手について考えをまとめてみた5人が5人とも共通している点が3つあるのだ第1は5人とも買われたのは女性の裸体の投身素像である点第2は小切手の振り出し人こそ違うが扱い銀行が同一である点第3は5人とも売約を秘密にしてくれと固く口止めされている点 右の3つが5人に共通した条件であるまだ「鹿」も「鹿」と決まっていない新人のしかも対策ばかりを400円500円で買うという点も考えるとあまりにうますぎる話だこいつはタダじゃねえぞ思わず伸びすぎているのも知らず五郎は長いことあれかこれかと考えてみたことによると。 新古典派の勢力に恐れをなした奴らが裏から何か作動を始めたのかもしれないぞ。例えば、有名な作家を手なずけて引き抜くとか。例えば、部内の団結を分裂させて会をぶち壊すとか。そうだ。おそらくそんなところかもしれない。統率者として、 五郎の立場は実に皮肉な苦々しいものであったバーを出たのが午前1時を過ぎていた商船の終電車に危うく間に合って大森へ着いた時には飲み過ぎた酔いがいっぺんに出てとても自分でで下宿ま帰そうっかりすると途中で参るかもしれないぞ。 仕方がない木谷のアトリエ泊めてもらうとしようそう思いついたので五郎は木原山にある木谷純吉の家を訪れたもう午前2時を過ぎていたがこんなことは初めてではないから生垣を乗り越えて玄関のドアを叩いたすると待ちかねていたように「おかえりなさい!」と言ってドアを開けたのは瞳だった。 あら、サジさんああ、君か木谷は留守なのかいええ出かけたまままだ帰らないのよ林田さんのご招待で出たんですけど林田ってああ彫刻を買ってくれた人かそいつは実は銀座で遅くなったんで止めてもらうつもりで来たんだがね おあがんなさいよ。外は寒いわだって君一人じゃねえつまらない遠慮なんかしっこだしあたし一人で寂しくてしようがなかったのよもう2時過ぎだしもしお兄様が帰らなかったらどうしようかと思っていたんだわ止まっていらっしゃいよじゃあお邪魔しようひとみは 対外宿街灯を脱がせたり帽子を取ってやったりしながら、五郎を今の方へ案内した。嫌だわ。お酒あがってらっしゃるのね。少し考え事があったのさ。それでつい飲み過ぎちゃったんだ。すぐ流してもらうぜ。向こうへ男をしくはいや、ここでいいよ。激しい酔いにたまらなくなって、 五郎はそこへゴロリと横になったダメね。それじゃあアトリエから毛布を持ってくるわ待っててねそう言ってひとみはとにかく街灯を足の方へかけてやって居間を出た横たわれる女はもう石膏をたたき終わりもう粘土も抜いてあるので今夜は石膏を流すはずになっていたその時使うために、 普段必要のない毛布や布団はみんなアトリエへ運んであったのだアトリエへやってきた瞳は慣れているので窓分かりを頼りに隅の方に重ねてある毛布を取ろうと部屋の中へ23歩入っていったが不意に人の気配を感じて「誰そこにいるの誰?」と叫んで振り返った兄の作りかけている石膏像のそばに 誰かいるあっ幸さん悲鳴を上げて逃げ出そうとした刹那な素のそばにかぐんでいた人影は瞳に踊りかかってきたふと足元に落ちていた凸凹型の石膏のかけらおい起きないか幸おい 強く揺り起こされてふっと目覚めた佐治五郎は前に立っている木谷純吉を見ておや帰ってきたのかとけげそうに目をこすった帰ってきたのかって何時だと思ってるんだもう昼を過ぎたぜ僕はもう仕事をしてしまったんだ出来栄えを見てくれよそうか酔ってたもんですっかり寝込んじゃった さんは君も出かけたのを知らんのかキナには持っていた紙切れを示して今朝帰ってみたらこれが置いてあったんだ牛込のお母のところへ行くと書いてあるなんだいサジさんって呼んだのを夢のように覚えているがじゃああの時出かけたんだなよっぽど俺は参ってたと見える起きようとした時ゴロウは 足に街灯をかけたまま寝ていたことに気づいた別に深くも考えず顔を笑ってアトリエへ行ってみた北にの素像はすっかり出来上がっていた美しい裸体の美人が岩の上へ横たわっている上作で実に見事な出来栄えである素晴らしいこれが500円とはもったいないぞすぐ会場へ運んでくれ もう運送屋へ頼んであるんだ。はやって申したな。じゃ、僕は社へ行こう。そう言って、所蔵の前から離れようとした五郎は、足元に落ちている二インチ四方くらいの石膏の塊を見つけて、何気なく拾い上げた。なんだいこら。さあ、知らんねえ。見ると、四角の一面に山脈の一部のような凹凸が掘ってあり、裏側に、 B3 という字が書きつけてある。こんな印がつけてあるぜ。知らないね。僕はそんなものをいじった覚えはないよ。五郎はしばらくひねっていたが、何か気がかりなことがあるらしく、小首をかしげかしげ。どうも妙だよ。妙なことばかり続くよ。とつぶやきながら街灯を来た。 木谷が作品を運んでいったのはその日の午後3時頃であった銀座の会場にはもうほとんど全会員の作品がそろっていて新島美術者の者がせっせと陳列を急いでいるところだったサ治くんはどうしたのなんだか休養があるからこっちへは来られないと言ってました仕方がないなあ大事な陳列に立ち会ってくれなくちゃ困るぜ みんなは不平そうにつぶやきあったするとそのうわさへ影をさすようにさじから木谷へ電話だと知らせてきたあ,あ木谷か僕だ五郎の声は妙にイライラしていたゆうべ林田から招待されたそうだがそれは君一人かそうだよ日本橋の料理屋で林田の秘書と二人きりだったがそれがどうかしたのか すまないが、ヤツチと代わってくれ。君は会場へ来ないのか何でもいいから、ヤツチに出てもらってくれ。急ぐんだ。常に似合わず、君身近な調子である。キナにはすぐヤつちを呼んだ。ヤつちはまた少し電話で話すと、今度は野口昌三郎に変わり、それから、コシカワ・ヨネダと、順々に5人の者が電話口へ呼び出されて、何事か聞かれた。 そして最後に「僕は陳列に立ち会えないから君たちでよろしくやってくれたまえ」「それからねどの作品にも売約済みの札を貼らないようにしろ」って厳重に言っておいてくれたまえそれだけ言うと五郎は電話を切ってしまったこうしてその日は結局佐治五郎は会場に姿を見せず陳列は会員たちと雑誌社の者の,の手で行われた上 夜になってようやくみんな別れたあくればいよいよ展覧会の第一日である何しろ今評判の新古典派が全会員腕を振るっての力作ぞろいというので美術愛好家の人気は素晴らしく会場はもう午前中から押しかける人で沸き返っていたすると午後3時近い頃寝不足らしく目を充血させたジゴ五郎が 疲れきったというふうで会場へ飛び込んできたおい木谷はいないか事務所の方にいますよ野口が答えるのを押しのけるようにして五郎は会場の一部にある事務所へ入っていったところが事務所の中では今一人の紳士が木谷を捕まえて盛んに何か抗議をしている困りますよこれは。 あなたの作品は私が買ったのです売役の札を貼ってくださらなければもし人が買おうと言ったらどうしますすぐ売役の札を貼ってくださいその話は僕が伺いましょうそう叫びながら五郎は大股に事務所の中へ入っていったああ無残 なんたる筐体、美人像はまっぷたつ。お、あ、サジ。驚いたキラには五郎の方へ走り寄って。おい、瞳の行方が知れないんだ。牛込のおばの方へは行っていないという。まあ待て、こっちから先に片付けよう。そう言って五郎は紳士の方へ向き直った。 あなたですね。木谷の作品を買った九州の林田とかいう人の秘書をしていらっしゃる方は、あなたですね。そうです。シナジ人でしょう、君は。な、なんですか君は。何を。林田の秘書という男はさっと顔色を変えた。しかし五郎は平然として、いや、 今お話の売約札ですね。あれを貼らぬように言ったのは僕なんです。それについて説明しますから会場へ来てくださいませんか。よろしいとも。買った作品に売約済みの札を貼るのは当然のことでしょう。理由があるなら承りたいと思います。承知しました。どうぞ。にっこり笑って、 五郎は会場の方へ出て行った。会場の人混みの中へ出た時五郎が右手を上げて誰かに何事か合図をしたことに気づいた者は一人もなかったこれですね五郎は横たわれる女の前へ来た傑作ですな500円では安いものです実に素晴らしい出来栄えじゃありませんかして 約札を払う理由はその理由は「そら。と叫びざま何を思ったか五郎はいきなり横たわれる女の所蔵を力任せにクッと押し倒したなんでたまろう所蔵はドーッと倒れて粉砕するおっ何をするサジ 行転して人々が叫ぶ。しかし五郎は狂気したか秘境のように身を躍らせると並んでいる作品の中から美人像ばかり5体八土野口越川米田と目にも止まらぬ早業で次々と押し倒して粉砕して回った会員たちはもとより観衆も意外な出来事に仰天しどよめき立ってあれよあれよと騒ぐばかり。 林田の秘書という男もしばらくはあっけに取られていたが急に身を翻して出口の方へ脱出しようとした途端に「動くな動くと撃つぞ!」とわめきながら十四五人の私服刑事がピストルを突きつけて彼の周りを取り巻いたそして同時に刑事たちの後ろから走り出た瞳が「お兄様」とむせぶように叫びながら 呆然と立ちすくんでいる木谷純吉に抱きついたそれから2時間後閉めた会場の中では会員や刑事たちの前で佐治五郎がワイシャツ1枚になり木谷のアトリエで拾ったのと同じ2インチ四方ほどの石膏をたくさん積んで裏に書いてある記号と照らし合わせながら平面に並べていた。出来上がったのを見ると 2メートル四方ほどに宿舎した港の地形であったできました五郎は額の汗を押し拭って説明を始めたご覧なさいこれは軍港バツバツの立体地形ですやつらはこれを某国へ密葬するために2インチ四方に切って記号をつけ5体の美人像の中へ隠したのです これなら絶対に発見される恐れがありませんからね。五人をそれぞれ別に招待し、留守に忍び込んで素像の中へ五つに分けて塗り込んだところは、さすがに考えたものですよ。そうだったのか。会員たちはじめ、刑事も思わず簡単の声を上げた。ただ奴らは、木谷の像へ塗り込めるとき、B3 を一個入れ忘れたのです。 これはひとみさんが入ってきたので慌ててひとみさんを誘拐しようとしたために忘れたのでしょうこれが失策の一つもう一つは飼い主の小切手の名だけはみんな変えたが銀行が同じだったことです僕はすぐ銀行を洗って泊まっているホテルを突き止め刑事諸君に張り込んでもらいました果たして奴らはそこの一室にひとみさんも監禁していたんです 素晴らしい頭だそれだけの才能があれば美術記者なんかよして立派に探偵局長が務まるぜだがどうしてこの事件の糸口をつかんだのかねそう言われてゴロウは振り返ったそれはヒトミさんのおかげなんだなぜかというと僕は足へ街灯をかけただけでゴロ寝をしていたいつものヒトミさんなら決してそんな不親切なことをするはずがない これは毛布を取りに行ったままアトリエから戻ってこなかったんだなと気がついたんだそれが事件に手をつける短所だったのさちくしゃあひとみさんはいつもそんなに親切にするのか一人がわめいたそうともねえひとみさんと言われてひとみは思わずパッと頬をおそめた それを見た途端に今までの重苦しい気分から解放された人々の胸いっぱいの交渉で部屋は明るい反響を呼び起こした。